ライスワークという単語があるの。お金のため働く。え、それやっちゃダメなの？ありがとうございます。コンサルチャンネル横山直です。今回はですね、金持ち父さん、貧乏父さんから学ぶ、貧乏な人が言ってしまっている6つのことということでですね、お金持ちになれない人の特徴と、お金持ちになるためのですね、その具体的な方法ということですね、こちらマレーシアからお届けしていきたいなと思っております。あなたは金持ち父さん、貧乏父さんを読んだことはありますか？僕はですね、起業したての2006年に読んだんですけど、何度読んでもですね、めちゃめちゃ勉強になります。ですからですね、まだ読んでないっていう方はですね、まあ、読んでいただいても結構ですし、この動画ですね、最後まで見ていただければですね、読んだことがある人もですね、読んだことがない人も、その金持ち父さん、貧乏父さんの教えっていうのは分かるようにですね、話をしますし、その教えを踏まえながらですね、貧乏な人がやってしまっている6つのことということでですね、話をしたいなと思いますんで、ぜひですね、金に困りたくないとかですね、もう今お金困ってますっていう人でも結構ですが、その一緒ですね、お金のことを勉強しないとですね、お金に困ることになってしまいますんで、ぜひですね、お金のことを学んでいただければなと思います。コロナでこれからの時代にお金の心配っていうのをですね、してる人もたくさんいるかなと思います。あなたはですね、じゃあどうすればお金の心配をしなくてよくなるのかということですね、これを考えたことっていうのはないですかね。どうすればやっぱりそのお金の心配なくなるんだろう。僕はですね、これ起業した時からもずっと考えてるわけなんですよね。まあ自分でビジネスをやってるわけなんで、会社が失敗したらどうしようとか、ビジネスがダメになったらとかですね、お金の心配ですね、老後とかも考えるとですね、お金大丈夫だろうかとかっていうところをやっぱり考えるわけですね。で、今でもですね、お金のことっていうのは考えるってことをやっているわけなんですが、やっぱりですね、そのお金の心配っていうのはですね、ずっとついてくるかなと思うんですね。で、その中でですね、お金持ちまではですね、まあ行かなくてもいいけど、お金の不安がなくなるぐらいのことですね、しっかりと学びたいと思うと思うんですけど、そこでですね、貧乏人にならないためにどうすればいいのか、貧乏の人がですね、やってしまっている6つのことということの話をしますんで、そのですね、貧乏を抜け出してですね、お金持ちになる方法っていうことをですね、話していきますんで、どんな考え方だとダメなのかとかですね、どんなことをしてはいけないのかね、こちら分かりやすくまとめて話をしていきますんで、ぜひ聞いてみていただければなと思います。で、海外のですね、起業家から見たコロナ時代のですね、新しい考え方っていうところですね、話もしていきますんで、その自分のためにも家族のためにも最後までお金のことを学んでいただきたいなと思いますんで、ぜひ最後まで見てください。で、さらにですね、この動画の終盤ではですね、これからの時代にお金の心配をなくしてお金持ちになるためにどうしたらいいのかとかですね、何をやったらいいのかということですね、こちらもですね、分かりやすく具体的に話をしていきます。ぜひですね、最後まで見てですね、その具体的なやり方っていうのも学んでいただければなと思います。では早速いってみましょう。で、今回ですね、そのロバート清崎さんの金持ち父さん、貧乏父さんから学ぶ、貧乏の人がやってしまっている6つのことということで話をするんですが、まずはじめ6つって何かっていうのを話をしたいと思うんですが、まず1つ目ですね、お金のために働いてしまっているというのが1つ目、2つ目はですね、お金の流れを学んでいないということですね。で、3つ目はですね、人のビジネスのために働いてしまっている。4つ目は節約節税をしていない。5つ目はですね、お金の勉強をしていない。6つ目はですね、学ぶために働いているということですね。この具体的にこの6つっていうのは何かということの話をしていければと思うんですが、まず1つ目のお金のために働いているということなんですが、ライスワークという単語があるんですけど、お金のためにとにかく働くということをやってしまってるんですね。で、それやっちゃダメなのって思う人もいるかもしれませんが、多くの人はですね、まあ給料をもらうとかですね、時給をもらうとか、まあそのために働いてるわけですね。月給もらうために正社員になって、でボーナスもらうために頑張って働いてみたいなところで、お金のために働いてる人っていうのはほとんどだと思うんですが、なんでお金のために働いてるかというとですね、そのライスワークと言ったのに、ライスっていうのはご飯のことなんですね。ご飯を食べるために、じゃあお金のために働くということをやってしまってるわけなんですが、これ実はですね、まあ、貧乏になってしまうということになってしまうわけなんですね。じゃあそれどうすればいいのかということなんですが、金持ち父さんとですね、貧乏父さんの第一の教えとしては、金持ちはですね、お金のために働かないという考え方があるんですね。中流以下の人間はですね、お金のために働いて、金持ちは自分のために、貧乏の人はですね、お金のために働いて、お金持ちは自分のためにお金を働かせるというところを教えてくれてるわけですね。で、人生の罠、まあ、ラットレースというところから抜け出しましょうというところでですね、そのラットレースっていうのは、ハムスターがくる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 回転してですね、回ってる、あの中で回り続けても、どこにでも出口がないというところで、まあ、ほとんどの人はですね、出口がないところでずっと働いて働いて働いて、お金のために働いて、お金を追っかけてみたいな状態になってるということなんですね。そうじゃなくて、お金に働かせるということですね。自分が働くんじゃなくて、お金を持ったらお金に働かす、まあ、そういったことをやっていくっていうのが、お金のために働いてないっていう状態なんですね。ですからそういったところで、自分がお金のために働くんじゃなくて、お金に働いてもらうっていう考え方を持っていく、まあ、言ったらこれは投資をしていくとかですね、そうやってお金を増やしていく。ほとんどの人はですね、株式投資とか、なんか FX とかいろいろ考えるかもしれませんが、例えば自分のビジネスを持ってですね、そのビジネスに投資するとかですね、自分のスキルを持って自分のスキルに投資する、まあ、これも投資なわけですね。ですからそういったところで、お金のために働かないっていうところをまずですね、学ぶということが1つ目ですね。で、2つ目なんですが、貧乏な人がやっている6つのことの2つ目なんですが、お金の流れを学んでいないということなんですね。ほとんどの人はですね、お金の流れっていうのを学んでないわけですね。で、どういう風にお金っていうのは生まれて、どういう風に流れてですね、どういう風な形でお金っていうのが世界を回してるのか、世の中を回してるのか、そのお金
金の流れを学んでいないとですね、お金をどういうふうに掴んだらいいのか、どうやって増やしたらいいのかってことがわからないわけですね。ですからその貧乏な人になればなるほど、そのお金の流れっていうのを学ぶことをやってないわけです。でこれはですね、日本人は特にそうですし、僕も本当にそうだったわけなんですけど、やっぱお金って汚いとか、お金持ちって悪いことやってんじゃないかみたいな話で、やっぱりそのお金のことを学ぶことってほとんどないんですね。で海外とか、アメリカとかですね、お金のことっていうのはしっかり学ぶわけです。年金とかに頼るんじゃなくて、自分でお金増やしていきましょうとか、自分のお金をしっかり守っていきましょうっていう、そのお金の授業みたいなやつがあるわけですね。ですがそれっていうのをやらないし、日本の場合親から子供にお金のことを教えたりとかもしないわけですね。ですからお金の流れっていうのはほとんどしか学んでないわけです。でそうじゃなくて、お金の流れを学んでいきましょうということで、金持ち父さん貧乏父さんの2つ目の教えはですね、お金の流れの読み方を学ぶということなんですね。お金持ちはですね、資産を手に入れて、貧乏の人たちは負債を手に入れる、それを資産だと思い込むということがあるんですね。で資産っていうのは自分のポケットにお金を入れてくれるものですから、お金を生み出してくれるものが資産だと。で負債っていうのは私のポケットからお金を取っていくんですね。自分がのところからお金を取っていくものが負債だというところで、日本だとですね、家を持つことっていうこと自体はですね、住宅ローンを組んでですね、お金を持ち家を持つみたいなところがあったりとか、家買う、マンションを買うみたいなやつが、それが夢みたいなところがあるかもしれませんし、そういったところでですね、その自宅を持つこと、一軒家を持つことは資産だって言われるかもしれませんが、住宅ローン払ってるってことは負債なわけですね。お金が出てくるっていうことはそれは負債だということ で、そうじゃなくて、金持ち父さん貧乏父さんで教えてるのは何かっていうと、例えばマンションの投資をして、お金がどんどん入ってきて、入ってきたお金で余ったお金で家を買っていく。そうすると自分はお金払わなくても、お金が勝手に働いて住宅ローンを払ってくれるわけですね。ですから自分は働かなくても、自分が払わなくてもですね、住宅ローンを払ってくれるので家が手に入るという考え方なんですね。ですからその資産なのか負債なのかっていうのところでですね、日本の場合はそのお金の流れということを教えてないので、どうしてもですね、その資産の負債を間違えてしまう。そして資産だと思って買ったものが実は負債だったりとかですね、お金が出ていったりとかする。だからこれを買ったら自分はお金が入ってくるのか出ていくのか、投資なのか浪費なのかみたいなことを考えないとですね、うまくいかないということで、これ自体僕も間違ってですね、投資だと思ったりとか資産だと思っているものに関してお金を使ったけどどんどん出ちゃうみたいなことがあるんですね。実際僕今マレーシアのクアラルンプールに住んでるんですが、実は家をですね、日本にも持っていまして、ね、湘南に一軒家建ててて、で人生のロマンだみたいな形で、家一軒家建てるのが普通だよねみたいな感じで家建ててやったわけなんですけど、それはそれで、悪かったかどうかはあれですけど、お金持ちかどうかっていうところで言うと、お金は毎月出てくわけですね。ですからそれは資産にはなってないわけです。ですからそういったところでですね、お金の流れを学ばないとですね、どんどん出てくものっていうのが出てきてしまうので、じゃあそのお金の流れっていうのをしっかり学んでいかないとですね、貧乏になってしまうということがありますんで、ぜひ学んでいただければなと思います。で、3つ目、貧乏な人がやってしまっています3つ目の特徴なんですが、人のビジネスのために働いてしまっているということですね。で、この人のビジネスのために働いてるっていう人は、すごい多いと思うんですよね。で、それ誰かのビジネスのために、給料をもらいながらですね、人のために働いてるという人はすごく多いのかなと思うんですが、その入ってきた給料でまたいろいろローンを払ったりとかですね、生活費を払ったりとか、学費を払ったりとかして、気がついたらお金が全部なくなってるみたいな状態になるわけですね。で、また働かないとって言って働いて、リストラされそうとか、なんかいろんな問題が出てきてですね、やばい、うちの会社がやばいとか、クビになりそうとかですね、そういったところで不安になって、お金が入ってこなくなるっていうことになってしまうということで、その人のビジネスのために働いてるっていう人はほとんどだと思うんですが、これだとですね、やっぱりお金持ちになることがなかなか難しいということなんですね。じゃあそれどうすればいいかということなんですが、金持ち父さんの第3の教えとしてはですね、自分のビジネスを持つということなんですね。自分のビジネスを持つっていうのはどういうことかということで、これはですね、本当の意味でのその資産を増やして、それを維持することになるということで、本当の資産っていうのは何かということなんですが、それはですね、自分がその場にいなくても収入を生み出す、そういったビジネスっていうのが本当の資産なわけですね。例えば株とか、債券とか、収入を生む不動産とかですね、あとは音楽とか書籍とかの著作権とかですね、特許権とかですね、あとは自分で会社を持って会社のオーナーとしてそこから収益を得るとかっていうのも当然あるわけですね。ですから自分のビジネスを持って、自分のところに自分が働かなくても、その場にいなくてもですね、収入を生み出す、そういったビジネスであったりとか、そういう資産を作っていくということですね。ですからほとんどの人はですね、誰かの会社のために働いて、でそれにオーナーがいて、オーナーがですね、儲かった金額でまた株が上がってみたいなやつで儲かるみたいな形になってるわけですね。ですから誰かのオーナーのために働いてるみたいな状態になってしまってるわけです。でそうじゃなくて、自分のその資産になるものですね、働いてですね、自分でサラリーマンやってる方もここから、株とか債券とか収入を生むような不動産を買ったりとかっていうのは、それは自分のビジネスを持つことになるわけですね。副業としてですね、そういうことをやることもできるわけですし、そういった自分のビジネス、副業でも結構ですね。でそういったところでビジネスを持っていくということをやっていかないとですね、誰かのためだけに働いてると、その会社がダメになったりとかですね、その会社の給料下がったりとかですね、そういろんなことが起きていくわけですね。で最終的には何も起こらないみたいな形になるので、自分がその場にいなくても収入を生み出すようにですね、他人のビジネスのためだけに働かないということです。そういったところで自分のビジネスを作っていくということをやらないとですね、貧乏なままになってしまいますんで、そこをぜひですね、理解していただいて、他人のビジネスのために働かないと、自分のビジネスを作っていくということを考
考えていただければと思います。これ自体僕は何かに投資するとか、投資で、まあ、いろんな経験を何百万騙されたりとか、まあ、いろんなやつ騙されてます。南の島を買いませんかとか、新しいこういうなんか上場しそうな株があってとかっていうので、何千万かなくしてます。で、そういうこともあってですね、よくわかんない、その投資はもうやめようと。で、僕自身は今何をやってるかっていうと、その会社ですね。会社をいくつか持って、そのビジネス投資をしていくというところで、会社をいくつかやっていくということをやってます。で、実際に今、日本とマレーシアで5社ですね、会社をやってるんですが、そこから収入。まあ、自分がいなくても、自分が働くなくても、自分が会社のオーナーとして収益をもたらすみたいなビジネスを作ってます。ですからですね、まあ、そういったところで、自分のビジネスを作っていくっていうのはすごく重要なので、ぜひですね、自分のビジネスを作るっていうのは何かできないのか、副業でも何かできないかっていうのを考えていただけるといいかなと思います。4つ目、貧乏になってしまう人がやってしまっていること、4つ目の特徴なんですが、これは節約とか節税をしていないということなんですね。すごくやっぱりその節約、節税っていうところをですね、まあ、していないと、どんどんお金って出てっちゃうんですね。で、例えば、お風呂で水を溜めようと思ったらですね、でお湯を入れた時に、それがいっぱいになったら、まあ、溜まるわけですけど、当然、一番初めにお風呂の栓をするわけですね。で、お風呂の栓をしとかないと、いくら入れてもですね、どんどん出ちゃうわけです。そのお湯がですね、まあ、自分の収入だとするとですね、いくら頑張って収入増やしてもですね、下の栓が空いてて、どこどこ出ちゃってたらですね、いくらでも溜まんないわけですよ。だから溜めていくっていうところがすごく重要で、でその溜めていくためにではですね、節約とか節税をしていきましょうということなんですね。で、多くのお金に困ってる人っていうのは、実は節約、節税っていうのをしてないですね。逆に、お金持ちっていうのはですね、隣の億万長者って本があるんですが、その中にも書いてありますが、億万長者っていうのはすごく節約家なんですね。で、お金を使わないと。使わないから貯まるんですよ。当然ですけど、稼いだ以上に使わなければどんどん貯まっていくわけです。貯まったものを投資していくっていうことをやっていくと、どんどん増えていくわけですね。ですから、その節約節税をするっていうのはすごく重要で、別に何か脱税しましょうとかそういう話ではないです。税金のことを知ってるか知らないかによって、出ていく金額全然変わってくるわけです。ですから、そういったその税金の話とかですね、節約の話とかっていうのをですね、しっかり考えてやっていく必要があるということなんですね。で、これほとんどのね、日本人はその税金の話とかも勉強してないですし、まあ個人だからもう税金関係ないでしょって勝手に天引きされてるみたいな感じで、戻すこともできたりとかするのに、それ知らずにもらわなかったりとかってすごいあるわけですね。ですからそういったところで税金のことっていうのをしっかりと勉強する必要がありますし、節約ですねっていうこともしっかりしていただいてですね、使いすぎないということですね。ですからそういった節約節税をしていないと、やっぱり本当に貧乏になっていきますんで、ぜひそこをしっかりと理解しておいていただければなと思います。金持ちお父さん、貧乏お父さん、何を教えてるかということなんですが、これはですね、会社を作って節税しましょうっていうことを教えてるんですね。個人の会社を持つことによってですね、それを経費にすることができるという仕組みを利用していこうということを教えてるんです。で、これって実は今日本でもですね、結構言われていて、個人の人でも、まあ、誰も会社って持つことができるんですね。で、僕自身も会社は5個とか持ってたりするんですけど、その会社を作ることによって法人格という法人を持つことができて、その法人を使うことによって経費を使ったりとかしてですね、節税することができるわけですね。例えば何かビジネスをするときに使ったものっていうのは経費になりますし、例えば今回も僕が金持ちお父さん、貧乏お父さんの話をしてますが、本を買って勉強した、まあ、それもですね、経費になるわけですね。ですから必要なものっていうのは、自分のビジネスをやってったりとか、3つ目で話をした自分のビジネスを作っていくって話になると経費がかかるわけです。で、そういった必要な経費に関しては経費として計上することができるので、まあ、これが節税になるということにつながっていって、節税の仕方っていうのも学んでいく必要があるということをぜひですね、知っておいていただければなと思います。貧乏の人がやってしまっている5つ目の特徴なんですが、これはですね、お金の勉強をしていないということなんですね。このお金の勉強なんですが、2つ目に話をしたそのお金の流れを知らないということにもつながってくるんですが、ほとんどの人はやっぱりお金の勉強してないんですね。で、これはですね、ファイナンシャルインテリジェンスと呼ばれるものがあるんですが、その基礎的なですね、ファイナンシャルインテリジェンスっていうのをですね、しっかりとやっぱり勉強してないという人がほとんどなわけですね。会計であったりとか、投資であったりとかですね、あとは、まあ、市場とかそのマーケットの理解であったりとか、あとは法律の話とかですね、このお金のことをほとんどの人はね、本当に勉強してないんですよね。どんどんお金が、まあ、言ったら搾取されてるわけですよね。で、お金のことを勉強してないと、やっぱりお金のことを勉強してる人はですね、どんどんその知らない人から取っていくわけです。例えばこれ税金も同じなんですけど、その4つ目に話した税金の話も一緒なんですが、知らない人はたくさん取られるみたいな形になってるわけですね。で、本当に貧乏な人とか勉強してない人っていうのは、お金持ちにならないようにですね、お金の持ちの人がどんどん搾取するみたいな、そんな構造にもなってしまってるわけです。ですからですね、そのお金の勉強をしていないっていうことは、かなり本当に損をするというところがありますんで、よくわかんないとか、お金が汚いとかっていう、そう思ってる人に限ってですね、お金にやっぱり困ったりするわけですね。で、お金のことを知らないと、どんどんお金が逃げていって、で、お金持ちになることはできないわけですね。まあ、言ったら貧乏になってしまうわけです。お金に困りたくないだったらですね、お金の勉強をするというのはすごく重要で、金持ち父さんの5つ目の教えとしては、金持ちはですね、お金を作り出すことをやってるということで、そのビジネスチャンスとかですね、そういうビジネスチャンスをものにするためにですね、ファイナンシャルインテリジェンスっていうのは必要だということで、基礎的なファイナンシャルインテリジェンスを学んでいくということによってですね、ビジネスチャンスであったりとか、投資のチャンスとか、お金を増やすチャンスっていうのをしっかりと見逃さないことができる。あとはですね、お金を減らさないっていうことができるということで、やっぱりお金を勉強するというのをしっかりと
やっていく必要があるということですね。で、6つ目、貧乏な人がやってしまっています。6つ目のことは何かというと、学ぶために働いていないということなんですね。で、ほとんどの人はですね、もう働くため、お金のために働いているという、1つ目に話をした話なんですが、お金のために働いていて、その学ぶために働くっていう感覚はないですね。その学ぶために働くということをやるとですね、働けば働くほど、自分のスキルが学ぶことができるわけですね。で、その学ぶことができるとですね、お金をどんどん生み出すことができるようになっていくわけです。実際にですね、学ぶために働かなくてですね、もう誰でもできる、もしくはそこでしかできないような仕事ってことをやってしまってる人ってすごい多いんですね。例えば大企業に入って、なんかそこのことだけ、その企業の中のこの部分だけできるようになるっていう人はすごく多いわけです。で、それをやるとですね、大企業雇ってる側としてたらですね、その人他に行かなくて転職できないわけですね。転職できなくなったら自分のところでずっと働いてくれると、給料下げたり転勤させたりとかですね、いろんなことをやってもそのままいてくれるわけです。ですから、その自分のところでしかできないようなとか、転職できないような、そういった教えをしたりとかもするわけです。で、そうすると他にも使えないので、給料増やしたりとかですね、学べない状態なわけですね。ですから、そういったところで何のために働くかっていうと、ほとんどの人はお金のために働いている人がほとんどなんですが、そうじゃなくて、その働くことによって自分のスキルをつけるとか、学ぶことができる、そういった働き方をするとですね、全然違ってくるわけです。ですから、貧乏な人っていうのは学ぶために働いていなくてですね、お金のために働いてしまっていますんで、学ぶために働くっていうことを考えるということなんですね。で、金持ち父さんの第6の教えとしては、お金のためではなくて学ぶために働きましょうということなんですね。で、専門的な技術の中で最も大事なのはですね、セールスとマーケティング、つまり売る力だということを教えてくれてるんですね。働きながらですね、売る力をどんどんつけていけばですね、自分のビジネスをやった時にもう売ることができるし、お金を作り出すことができるようになるわけですね。ですから、そういったところで売る力、そういったところをつけるためにもですね、お金のためではなくて学ぶために働いていって、セールス力をつけたりとか、マーケティング力をつける、それをやっていくということをですね、金持ち父さん、貧乏父さんの中ではお勧めをしているということなんですね。ですから、学ぶために働いていないっていうのはやっぱり貧乏になってしまいますので、ぜひそこも知っておいていただければなと思います。ということで、まとめをさせていただくと、貧乏になってしまう6つのやってしまっていることなんですが、6つですね。1つ目はお金のために働いている。2つ目はですね、お金の流れを学んでいない。3つ目は人のビジネスのために働いている。4つ目はですね、節約節税をしていない。5つ目はお金の勉強をしていない。6つ目は学ぶために働いていないということで、これやってしまうとですね、貧乏になってしまうということで、お金で困るということになってしまいますんで、ぜひですね、お金に困らないためにも、お金持ちになるためにもですね、ここしっかりと意識していただいてですね、貧乏になる人がやってることをやらないようにしていただきたいなと思います。逆にですね、じゃあどうすればいいか、具体的にですね、どういう行動をしていけばいいかということなんですが、その金持ち父さん、貧乏父さんの教えから言うとですね、1つ目、お金のためには働かないということで、お金に働いてもらうということですね。お金に働いてもらうっていうのが1つ目ですから、どうやればお金が働いてくれるか、どうやればお金がお金を生んでくれるかを考えていきましょうっていうのが1つ目です。で、2つ目ですね、お金の流れの読み方を学ぶということで、お金がこれは買えば増えるのか、資産なのか、お金が出ていく負債なのか、資産なのか負債なのかっていうのを理解して、これを買うことによってお金が増えるのか、どういう流れにお金はなってるのかっていうのをですね、理解した上で、お金の流れを読むからですね、読み方を学ぶっていうのが2つ目の教えです。で、3つ目ですが、3つ目やるべきは自分のビジネスを持ちましょうということですね。他人のビジネスをやるわけじゃなくて、他人のビジネスを手伝うのはですね、一時期で手伝うのは別に悪くないですが、最終的にはですね、自分のビジネスを持つ、自分がいなくてもですね、自分のビジネス、自分の会社がとかですね、自分の株が、自分の不動産がお金を生み出してくれる、そういった自分のビジネスを持つというのが3つ目の教えですね。で、4つ目なんですが、会社を作って節税しましょうということで、節約節税してないとやっぱり貧乏になってしまいますので、節税する、その方法としていい方法は会社を持つということを、金持ち父さん、貧乏父さんでは言ってるというので、この会社を持つ、そんなことできるんだっていうのをしていただいてですね、今では本当に個人でも会社を持ってます。副業でも会社を持つことができます。ですから、そういったところでその会社を持つということを考えていただければと思いますが、僕は自分で起業した時はですね、会社作った方がいいか、個人事業主で行った方がいいかみたいなところの時は、日本だと個人事業主っていうのもありますんで、個人事業主登録するっていうのもありなんですね。で、会社を作るかどうかっていうのは、一つの判断基準は月で100万円ぐらいですね、利益が出るようになっていったら会社を作った方が節税効果が高いと言われてます。日本の場合はですね、その個人事業主から始めるっていうのも十分ありますんで、会社を作る、もしくは個人事業主、そういったところを考えるということをやってみていただければなと思います。5つ目の教えとしてはですね、金持ちはお金を作り出すということがあるんですが、そのお金を作り出すっていうのはどうすればいいかというところなんですが、これはですね、ファイナンシャルインテリジェンスですね、そのお金のことをしっかりと勉強していくということなんですね。ですから、お金に困りたくないなっていう人ほどですね、お金の勉強してなかったりしますんで、しっかりとお金持ちに特になりたい方はですね、しっかりとお金のことを勉強していくということがすごく重要なんですね。だから、お金がに関してやたら詳しいとかですね、専門家みたいなことになってればですね、お金で困ることってかなりなくなってきますんで、そのお金持ちになるための勉強っていうのをしていただければなと思います。第6の教えなんですが、お金のためでなくて学ぶために働くということなんですね。で、これもすごく重要でですね、ほとんどの人はやっぱりお金のために働いてしまってるんですね。これ第1の教え
性にもつながってくるんですが、そのお金のために働いていってもですね、やっぱり自分の時間がどんどん減っていくだけなんですね。で、時間の切り売りをしてですね、自分の労働力を売って、でそれでお金を得て、でそれを繰り返すですね。でまたストレス抱えて酒飲んでみたいな、で浪費してみたいな感じになっていくわけですね。ですからそうやるとですね、お金たまんないわけです。そうじゃなくて、お金のためでなくて学ぶために働くということで、自分のビジネスを持ったりとか、自分で何かをやっていってお金を生み出すためにですね、セールスとかマーケティングとか、そういったお金を生み出す力っていうのはすごく重要なんですね。ですからそのためにお金のためでなくて、その学ぶために働いてですね、でそれで自分の力をつけていく、スキルをつけていく。ですから働くこと自体ですね、働いている時間自体も投資だと考えてですね、スキルが上がる、スキルがつくような、まあ、そういった仕事をしていきましょうということなんですね。ですからそういったところですね、ぜひですね、そのお金のことで困りたくないとか、お金持ちになりたいってことはですね、この教えっていうのもぜひ学んでいただいて、具体的にですね行動していっていただければなと思います。ではですね、今回の動画いかがだったでしょうか。一言でもですねいいので、そのコメントいただけるとすごく嬉しいです。何番目の教えが勉強になったとかですね、これはできてますとか、これはできてませんでしたですね、それを教えていただいていただけるとすごく嬉しいです。であとですね、いいね、高評価ね、こちらもいただけるとすごく嬉しいです。すでにですね、2万人以上がこのチャンネル登録してくれています。毎日ですね、マレーシアからお得な情報であったりとか、見逃すと損するようなですね、そういったお得な情報をお伝えしていますんで、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録をしておいていただければなと思います。でチャンネル登録したらですね、隣のベルマーク、こちらも押しておいていただくと新着通知が届いて見逃さなくなりますんで、ぜひチャンネル登録と隣のベルマーク押しておいていただければなと思います。僕自身はですね、マレーシアのクアラルンプールでインターネットのマーケティングの会社をやっているんですが、その概要欄でですね、これからの時代に必要なインターネットを使ってですね、ビジネスをオンライン化する、まあそういったですね、そのためのですね、特別な動画講座というのを無料でプレゼントしています。詳しくはですね、下の概要欄をチェックしてみていただければと思うんですが、インターネットの力ですね、そのスキルというのはこれからの時代すごくそのお金持ちになっていくっていう意味でもすごく重要なので、ぜひですね、そちら手に入れていただければなと思っております。あとですね、ツイッターでも見逃すと損をするようなお得な情報を提供していますんで、ぜひですね、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。